エジプトでで発掘調査をしている川江ですあの考古学者なんですがインディ・ジョーンズみたいな帽子をかぶってなくてすいません <laughs> まあ現代の私たちにとって古代エジプトが一体どんな関係があるのか、まあ、突き詰めて言えば考古学というのが一体役に立つのかというふうに思っている方がいるかもしれませんえそちらの方を大きくうなずいてくれてありがとうございます <laughs> でこの話実は私よく聞かれます でその時に私がいつも思い出すのが映画「シンドラーのリスト」のある場面ですご覧になった方いますかシンドラーのリスト、えー、結構おられますねでその場面というのはどういった場面かというとナチスの兵士がですねユダヤ人を職業別で分けていきます役に立つとみなされた職業というのはブルーカードで役に立たないとみなされた職業というのは即ゲット引きですで歴史の先生が列に並びます彼はもちろんゲット引きです でその時に歴史の先生がこうつぶやきながら連れて行かれます。一体いつ歴史というものがエッセンシャルじゃなくなったんだと。で今日私が話をする、皆さんにお伝えする話というのは、ユーズフル、役に立つ話ではないです。ただ人間というものを理解する上でエッセンシャルなものだと思ってます。その話の内容というのはギザのピラミッドです。でここでもう一つ、皆さんにお伝えしておきます。ピラミッドの謎というのはまだ解けていないです。 私たちがこの巨大な4500年前に作られた建造物について知っていることというのはまだごくわずかなものなんですね。でなぜわからないのか、えー、これはイギリスの児童文学家でラデヤアード・キップリングという人の言葉を引用しましょう。でキップリングというのは「象の鼻はなぜ長い」というですねあの非常に示唆にどんな童話を書いています。その中に出てくるのが「6人の召使い」という詩が最後に出てきます。ご存じの方がいるかもしれません。 この召使いというのはキップリングのために世界中のあらゆるところに行きいろんな情報をくれるという6人ですそれは例えばピラミッドに関して言えばピラミッドが何なのかピラミッドがなぜ建てられたのかピラミッドがいつどのようにしてそしてどこに建てられたのかという研究というのはこれまでよくされてきましたしかし一人足りないですね この 5W6H と呼ばれる中の最後の一人というのが、えー、最後、And、who 一体誰がピラミッドを建てたのかピラミッドを建てた人というのはどこに住んでいてですねどんな生活を行っていたのかという研究がなされなかったわけですこの中でエジプトに行かれたことがいる方、えー、いますか 多分そんなになにいですねでおそらく行かれていない方は皆さんのイメージとしてなんかこうピラミッドといえばですね砂漠の真ん中に孤立無縁の形で立っているこう非常にロマンチックな姿を想像していると思うんですが実際の姿というのはこういった形です。もう人人だらけです <laughs> え年間ですす年間ね1300万人ほど 日に直すすと3万人人ぐらいの人々がギザ大地を訪れますただここにいる観光客を頭の中で全て労働者に変えてみてください私たちエジプト学者の推定ではおそらく2万から3万人の人々がピラミッドを増築するのに関わったと考えていますそのためにここの人をです、ね、全て労働者に変えたその時のイメージが4500年前のイメージであるわけです こういった人々のことを考慮に入れずにピラミッドのことを語ろうと思えば例えば非常に複雑な説になったり果てはですね、宇宙人であるとか超古代文明とかが出てくるんですが人々を入れてもう一度考えてみるとどのようにしてピラミッドを建てたのか特にこの問題に対して適切な答えというのが出てくるはずだと。 でこのことについて考え今から28年前平教会の隊長であるアメリカ人考古学者マーク・レーナーがギザ大帳を倒査しましたで当初言われていたのはナイル川があればですねナイルの東側は生きている人の町だとそしてナイルの西側にはこれは墓しかないと言われたんですところがレーナー自身が考えたのは人間というのはそんな不自由なもんじゃないとピラミッドが国家プロジェクトであればピラミッドを建てるすぐそばに とといううのもあるだろうとそして考えたのがスフィンクスの南5 0 0ルカラスの壁と呼ばれる壁があるんですがそこを発掘しました結果出てきたのがこれまで見たことがないようなですね、えー、都市以降が出てきましたこれがピラミッドタウンと私たちが呼んでいるところです で以後30年にわわたるここの発掘調査が行われています。今現在私が担当しているというのはこの中で西の町と呼ばれるおそらく貴族であるとか上流階級が住んでいたと思われる人の町の発掘をします特にハウスユニット1というピラミッドタウン最大の、えー、巨大な大きな家というのを発掘していますで家をですね詳しく見ていくともう現代と変わらないような形です例えばキッチンがあります当然ながらで古代エジプトの主食というのはパンです でこのパンなんですが、あのベジャと呼ばれる3 0ンチから6 0ンチの非常に大きな素焼きの壺に入れて焼くんですがめちゃくちゃおいしいですで何でお前知ってるんだという感じなんですけれど実は今年の2月にですねあの、あるテレビ番組で再現して作ってみましたこれエンマ小麦という小麦を使って作ったんですが非常に、まあ、どっしりはしてるんですが地愛に満ちたですね、あの味がしてますその他ビールも飲みますただ冷えてはいないです まただアルコール分も低いんですが栄養価に満ちた非常にあのこのビールあのエジプトではよく出てきますこのハウスニートワンでも大量のビール壺というのがありますあと家の中には当然寝るところもあるんですがその寝るところが真ん中にあります寝ているのはですね私の,あのハク掘チームの一人のアリおじさんなんですけれど実験考古学と称してよくこういうのを確かめたりするんですが私もこう寝てみたらですね非常にあの寝心地はいいです でこういった人々がピラミッドを作っていたというのを考えもう一度ではどのようにしてピラミッドが建てられたのかというのを考えてみようとただここでもう一つ問題がありますどんな問題があるのかというと実はデータというのがないんですねまあないと言ったらちょっと語弊がありますが、えー、一つ見せましょうこれが今まで私たちが持っているデータになります ピラミッドで言えば例えば四角錐でこういうような線画で通常描かれてますねただこういった線画というものは建設当初はおそらくこうだっただろうというある種復元図であり現状そのもの石一つ一つを表したりしてません皆さんのおそらくこれもイメージの中で考古学というのは発掘であるとものを掘り出すのが仕事だと考えられているかもしれませんが実は考古学の一番重要な仕事というのは記録です適切な記録があってこそ過去というのを理解できるわけです でこういったものからはなかなかピラミッドの建造方法というのがわからないため私たちは新しい最新の計測技術を使いこのまず第4の,のピラミッドと呼ばれるものをです、ね、計測してみましたこちらの線画と今から私が見せるものとあの見比べをしてみてくださいこれが私たちが作ったものになりますこれが3次元計測になります で見ていただくとですね、あのー、点でなってるのが分かりますかでこれコンピューターグラフィックイメージのものではなく点でなっており点群データと呼ばれていますそれぞれの点には XYZRGB の情報がありこれはあるがままを現状記録しているものですでこういったものをあの利用して私たちはピラミッドの作り方を理解しようとしているんですがただ、まあ、データの欠損箇所があるためそういったものはコンピューターサイエンティストがモルフォロジー処理を使って 欠損箇所を埋めたりあと石の切り出し方なんかはなかなか分かりにくいので今度は p キットというですね、まあ、特殊なエッジディテクティング、えー、アルゴリズムを使い、まあ、これも分かりやすくしたりあとピラミッドのこういった巨石建造物の周りというのは砂が埋まっていてその底がどうなっているのか分からないとそういったものというのは、えー、衛星画像の解析を使い、えー、地下というのを確かめようというふうにしていますでこのようにしてピラミッドの、えー、謎に挑んでいるわけです でもう一度先ほどのシックス・セイビング・マン6人の召使いについてちょっと話をしていきましょうでキップリングはです、ね、その召使いの時に最後にこういうふうに書いてますある子どもたちにとっては実は謎というのは6つだけではないんだよと彼らにとって謎というのは実は1000万あるともう子どもってずっと問いかけますよねどうして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 と実はピラミッドというのも謎はまだまだあります 四角水と皆さん思っていると思うんですが実は東西南北は少しずつへこんでますなぜかまだわからないですクフ王の大ピラミッドの北東の方には巨大な壁が石灰岩の台地の中に埋まってますこれもよく分かってないですそのためにピラミッドの謎というのは、まあ、日本でいう八百万ではないんですが本当にまだまだ無限にあるわけですでこういった謎というのは当然ながら私一人では解けませんピラミッドクエストに関して言えばやはりパーティーグループを組んでやっているわけなんですがそのグループが ここにいるメンメンたちになります今回は私はあの一代表としてこの話をさせて、えー、いただいてますで今回このテデックス京都いろんな方が来ているということで私が一つ望んでいるのはおそらく新しいパーティーのメンバーが見つかるのではないかなというふうに思っています、まあ、もしくは協力者が見つかるのではないかなというふうに、えー、思っていますのでまた興味がある方はあのお声かけてくださいまあ、最後にまあこの、えー、プロジェクトのですね えー、隊長であるマーク・レーナー,、えー、亀井先生、佐藤先生、そして何より今、いろいろと揉めてはいるんですがあの、エジプトの仲間たちですね、彼らにあのスペシャルサンクスを贈りたいと思います。ごご清聴ありがとうございました